こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。横部ハンターの五条さんです。はい。はい。本日ですね。はい。ちょっと私のギズモショップ、はい、の宣伝をしたいんですが、ご了承ください。ご了承ください。ですね、その前に、はい、びっくりしました。はい。ロモグラフィージャパン、ロモグラフィーがですね。はいはい。ジュピターを販売始めたんです。あ、本当新しい話ですね、割と。ジュピター。はいはい。でね、ああ、びっくり。ジュピター。はい、69,260円ってですよ。69,260円。たっけー。裏声で言わなきゃいけない世界ですか。あ、まあ、引退でね。高田社長。まあ、はい、その、見てたら、はいはい、ゼニットのジュピター3の改良版というレンズと、どう改良したかっていうのはあれなんですけどね。はいはいはい。どう改良したんですかね。まあ、ちょっとよくわからないんですけど、うん、筒ね。はいはい、もう、真鍮製、真鍮にしたと。ほう。だから、まあ、作ってるんでしょうね。新しくね。ほうほうほう。だから、まあ、昔のレンズとはいえ、作ったら、まあ、確かにこんな値段になるかもね、っていう気がします。あ、なるほどね。うん。はい。だから、なんていうかね、ただ、まあ、これ特徴なんですけどね、まあ、これ、ジュピターっていうのは、ゾナーコピーなんですよね。うん、うん。ツアイス。なんかそうですよね、確かに。うん、なんで、まあ、ゾナー買うか、ジュピター買うか。待ってください。はい。7万円あったら、うん、買えません？僕、今7万あったらね、軽自動車の車検入れたら。あ、いた。きついなと思うわけね。まあそうですね。最近、割と最近ですか、はい、ロモグラフィーって、はい、ペッツバールとかを作ったりとか、はいはい、なんか、レンズを、そうね、トイカメラ作るよりもレンズの方だよね。それもなんかほら、高解像度とかそっちの方じゃなくて、はいはい、まあ、高性能じゃなくて、昔のオールドレンズ路線だね。まあ、ボケると喜ぶっていうんですね。はい、ちょっと、すいません、ロモのジュピターの話じゃなくて、うちも実は用意しててですね。はい。ぶつかっちゃって、今回。だけどね、そこもドキッとしてるんですよ。ぶつけたんですか？いや、ぶつけてないんですよ。元から準備してたの。なんかベッキーの謝罪会見にですね、スマホぶつけたみたいな。そういうの似てる似てる。そうなのよ。あらまあ、たまたま時期が似通っちゃったわけですね。そうなんですよ。で、僕はね、何を売ろうとしてたかって言ったら、はいはい、インダスターですね。インダスター61。え？だいたいフェドの、うん、フェドについてくるレンズ、ね。そうですね。ですよね。はい。はいはい。まあ名レンズと言われてる。L39 ですよね、はい、ねじ込みの。はいはい。ライカマウントでしたっけ、はい、ライカじゃないか、フェドマウントですね。うん、そうです、はい。で、インダスター 61LD。はい。いいレンズですね。はい。私大丈夫です。これはテッサーコピーですね。はい。を、マウントアダプター付きで売ろうと。つまり、ほう、ミラーレス機何でも用意しますよ。ほう。はい。つまりもうすぐ買ったら、はいはい、あなたのミラーレスで使いますっていうスタイルです。インダスターレンズですか？そうです。もうもちろんマイクロフォーサーズ、ネックス、EOS M、ニコン1、で、こう、富士 X マウント。へぇ、もう5種類マウント。マウント用意しちゃうんですか？そうです。で、買ったらすぐやりましょう。へぇ。で、まあ、これね、準備してたんですよ。なるほど。で、これはね、まあ、古いレンズなんですけど、結構悪いのが多いでしょ。悪い、まあ、古いから。あ、程度が悪い。程度が悪い。じゃなくてね、一番いい、やつだけでやろうと思ったんですよ。おー。もうもちろん傷もありません。はいはいはい。外見も綺麗ですというね。へー。結構、本当に、僕の考えだと、初心者の方がね、手に入れてすぐ使って楽しめるっていうような風に、なセットにしようとしてるんですけどね。なるほど。まあ、テッサー教の教祖としては、まあ、うん、やっぱりインダスターを進めたいと。私はね、個人的な見解です。はい、これはね、独断と偏見です。まあ、ちょっと今、私も、まあ、思いついたんで言っときますけど、うん、個人的な見解ですからね。そうそうそう。僕はね、ゾナーよりね、はい、テッサーだと思ってるんですよ。はい、はい、はい。でね、ちょっとね、まずね、まずツアイスっていうね、ええ、会社がありますよね、歴史が。なんかね。まあ、もともとはですね、はい、スライスの歴史、ね。200年まではないんですかね。ええ、でね、私、中学の時に、ええ、レンズって何っていうのを一生懸命、ほら、
考えて、ね、図書館に行ってね、はあはあ、ツワイスの歴史とか見てたわけですよ。カードツワイス。でね、私高校1の時にメガネ作ったんでしょ。作ったんですよ。はい、はい。高校で。ツワイスのレンズだったんですよ。あ、思い出した。はいはい。あれですね。要は新しく、うん、メガネを作ったの、メガネ屋で作ってもらったんだよって見せてもらったら、うん、はい、レンズがツワイス製だった。もうね、ツワイスしかないぐらいのことなんですよ。もうね、この世のレンズは、それ以外、もうコピー。ツアイス以外、ツアイス以外の、極端に思ってたわけですよ。で、そのなツアイ、そこまで、まあ、で、後でそれは誤解だったんですけど、いろいろね。まあいいんですけど、まあそうです。あの、そこまでしたら、ツアイスは、あの、テスター、ゾナー、プラナーが有名なレンズ。はい、まあそうですね、うん。他にもあるんですけど。で、それぞれ特徴があるわけじゃないですか。でそれで、自分はその中で、テッサーがいいと思ってるわけです、はいはい、で、まあ、ざっと魅力を語ると、解像度の高さとね、ボケの美しさなんですよ。ほう。で、プラナーって、まあ、一眼レフに使うレンズあるでしょ。あれは、湾曲とか、その周差をなく外、中心と外のね。はいはいはい。まあ、名前から大体そういう由来なんですね。うんうん、そうですね。プレイン、プラナ、プレインだというね。まあ、ドイツ語でどういうかわかんないですけど、そう、まあ、そういう意味らしいですね。テッサーは、テトラとか。噂ですけどね。あ、そうなんですか。はい。で、ゾナーは、ゾンネなんとかって町の名前だという話ですけどね。まあ、なんかわかんないですけど、ね。まあ、普通ゾンネとか言ったら太陽さんの意味ですけどね。そうそうそう。だからそう、ですけど、じゃあゾナーって何かって言ったらね、無理やりちょっとレンズを明るくする、努力をしてるんですよね、当時。ほうほう。なぜかというと ISO 感度がむちゃくちゃ広い、まあ、いつの時代かちょっとテッサー、ブラナー全部百何十年前に設計されてるわけですよ。うん、で、最初の設計が、うん。まあ古いですもんね。ゾナーは、もう当時 ISO 何だったんでしょうね。フィルム感。なんかまあ25以下とか。以下でしょうね。そういうレベルなんですかね。だからなるべくレンズ明るくしなきゃってって結構強引にしてるとこがあるから、あとレンズ構成枚数が増えちゃってね。ちょっといろいろ犠牲にすることが多いんですよ。ほうほう。で、テッサーはですね、トリプレットを画質良くしたと。うん、で、なんて言いますかね。レンズ構成枚数少なくて解像度高くて。まあトリプレットに補正レンズ1個入れたっていうのもいいですもんね。はい、そうです。でそのシンプルさの割にむちゃくちゃ画質いいからツワイスの発明なんですよ。それは枚数増やしたらなんかいろいろ面白いことレンズありますけど、増やさずしてやると、うん、美しいですね。まあ、そこまで好きなんですね。はい、まあそこでちょっとじゃあコピーという話で、なんでコピーなのかと、ロシアと。そうですね、ツワイスが第二次世界大戦終わった時に東ドイツの方にあったと。はいはい。イエナに。そうですね。で、その時にロシアがガバンって持ってっちゃったわけですね。ソビエトが。ソビエト連邦がね。本拠地ですよね、ツワイスの。で、西ドイツの方には亡命した、アメリカの力で亡命した人たちがツワイス名乗るんですけど、東ドイツの方のツワイスが一応本家、本物度という認識なんですよ。あ、それ、清家さんはそういう認識ですね。もういや、だってもう、じゃ建物が。あ、まあそうですかね。何千人の社員が残ってるわけですから。はい、それで、その時にソビエトをやったのは、ソビエト連邦のあちこちの工場にコピーしろって配ったんですよね。エンジニアと設計図を。その時に、例えばウクライナの方ではフェドとか、あと、ベラルシアビロモとか、ロモとかゼニットとかがロシアでは、コピーするわけですよ。それで、大体、テッサーかゾナーのコピーを行うということで、ジュピターはゾナーコピーって有名ですね。まあ、フェドはインダスト。はい。まあ、ソビエトレンズと言っていいでしょうかね。まあ、今回その方が、まあ、ロモグラフィーがジュピターを販売するし、はい。私がシコシコとインダスターを売ろうとしてると。でもこれは、本物ですもんね。本物ですね。こっちは本物。向こうはコピー。コピー再販っていうか、ね。再販というか作り直して、でね、何よりもね、うちの値段がね、安い。ほう。でね、まだ価格決まってないんですけど。あ、まだ決まってないですか。そうですね。諭吉さんを使わなくていいぐらいの値段。ほう。で考えてるんですね。
それもマウントアダプター付きですよ。良心的でしょ。ほう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 。あ、いい、いいんじゃないですかね。はい。でね、まあそのロシアのレンズを楽しみたいと思った時にね、うちから試そうと。うちの商品からね。と思うんですよ。なるほど。だからね、ちょっとまあ、嬉しいですけどね、まあ、こういうロシアレンズを真剣に売ろうとするところが、うん、まあそうですよね、まあ、出てきたんで、同じ趣味人としては、うん、すごいなと思いますもんね、うん、まあこれを聞いてる方はですね、ゾナーよりテッサーというしかも値段は桁が1個違うよと、レンズ使ってるレンズの枚数が少ないですそう、ね、なるほど、ちょっと話させてもらいました。なるほど。とにかくそういう新製品が出るということで、はいはい、お楽しみにしておいてください。これはやっぱり、はい、後日何か宣伝じゃないですか。もちろんちゃんとやりますんで、はい、なんとかね、インプレスさんとのデジカメウォッチとかでニュースにしてもらいたいですね。あ、取り上げて、はい、もし聞かれてる方がいたらですね、問い合わせをお願いしたいと思いますね、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ギズモキャスト始まりました、はいはい、言い忘れちゃいましたね、タイトル。そうですね、はい、はい、で、あ、で、あのですね、まあ、この冒頭にちょっと言わなきゃいけないかなと思ったんですけど、はい、できたらですね、この放送は、はい、ウェブの方で写真とかですね、はい、そういうのを見ながらお聞きすることをお勧めいたします、はい、ぜひとも参照くださいということで。なんか昔ですよ、なんかほら英語の勉強するカセットみたいなのがなんかあったじゃないですか。え、PLLLL 本見ながらカセット聞いてから勉強するみたいな。こうテープ聞いてると、俺は喧嘩に強くなる、喧嘩に強くなるとか言って、喧嘩に強くなる、このテープですか？あ、それじゃなくて。なんか、LL 学習って知らない？なんか聞いたことあるよ、なんかありましたね。本見ながら聞く。はいはいはい。昔あった英語教材ですね。なんかそんな感じでしょ。つまり、ウェブページ見ながら、教材ですかもね。ええー、まあね。はい、まあ、じゃあ、本日は。できたらですね、はい、一緒に見ていただいた方が、まあ、より楽しめると思いますので。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ですね、今回のネタとしてはですね、はいはい、以前、猫吉さん、リスナーの方からですね、はいはいはい、SD14 と15に、はい、タワー35、はい、F3.5 っていうレンズをつけて、はいはい、これが正体不明って話がちょっといただいたんですけども、はいはい、実は猫吉さんの方はですね、はい、それの、映像をちょっと送っていただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。紹介、ね、今回はそれについてちょっと ご紹介をさせていただきたいと思います。はい。はい、いや、メッセージ読んでもらっていいですかね。あ、前回ですか。はい、あ、今回ですね。はい、あ、すいません。はい。はい、はい、シグマラーの猫吉さんからですね。はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。はい。去年の暮れに作例をシグマで撮ると息巻いておりましたが、ようやくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そう、タワー 35mm F2.8。はい。2.8?3.5 じゃなくて、あれ？あ、2.8 だ。2.8 ですかね、はい。のレンズテストです、はい、このページから画像を送れたらいいのですが、厳しそうなのでツイッターで上げてみました、はい、画像はシグマ SD14 と15で構成しました。取り急ぎ ご案内まで。2つ持ってらっしゃる。すごいですね。14と15ですよ。僕ね、分かんないよ、これ14と15が。なん、私もよく知らないんですけど。1からあるの？確か SD9 あたりからですね。7、8、9、10、10、まあ、全部連番出てるかどうかまだ分かんないんですけど、はいはい、多分14と15って本体的にあんまり変わってないと思うんですよ、はい、ですただ確実にその14でいろいろ学んだことをフィードバックして改良してるんで、はいはい、15の方が多分いいと思うんですよね、はいはい、ただ14と15って結構似てるんじゃないかなって気するんですけど ね、 すいません私ね、どうなんでしょうね。シグマじゃないんで、私もまあにわかシグマラーですからね。病気ですよね、これ。一つ違いをか持っとられる。熱烈なシグマのファンなんですよ。本当そうですね。いや、怖いわ。僕、ね、コニカラーですけどね。僕コニカラー、そんなあったことないよ。コニカ C35 全部揃えてますよね。EF とかフラッシュマチックとかまたコアなものですね。いや、もうありがとうございます。ありがとうございます。はい、紹介させてください。はい、はい、まずちょっとこれですね、
つけてます。はい、あ、これどっちだと思います ?14 とか。私もですね、はい、ちょっとこうよく見てないんで見分けつかないんですけど、うん、どっちだろう、15かな。僕はですね、こういう時のために2台いるんだと思うんですよ。つまりほら、片方につけたのをシグマで取らなきゃいけないと。片方、つまりこれ14につけてたとして、はいはい、15でこの写真を撮る。だから2台いるじゃないですか。いや、そこまでこだわらんと思うんですけど、ね、そこまでの型じゃないかなと思いますよ。シグマだから。でもこれを撮るときは、はい、そのタワーのレンズでは撮れないわけですよ。なんで使ってるんだろうね。でもすごくボケ綺麗だな。あの、ボケ綺麗なレンズでそうないですからね。これ意外と携帯とかで撮ってたらどうします？え携帯わかんない。だって、あり得ない。だって私ってそのシグマの写真撮るときって携帯撮ってますからね、はいはい、私も iPhone でね。なんやそれフィルムの話していたからね。いやいやいや、いや、まあ、ちょっとかなりかっこいいですね、この有志がですね。このレンズって、ほら造形がなんかかっこいいね。だってほら、あの、これすいません、え、 F2.3.5 じゃないかな、やっぱり。あ、じゃあタイプミスですかね。あ、そうですね、すいません、はい、タワー 35mm F3.5 でですね。あ、でも、うん、タワーってちゃんと名が入ってるんですね、うん、なんかってことはオリンパスじゃないかな。なんかほら、オリンパス35じゃないかって言ってた。はいはい、前言いましたけど、でもね、似てないんや。似てないんですよね。なんだろう、このレンズ。ますます分かんなくなりましたね。つまり謎は解けてないというか、解けてないですね。まあ、おそらくシアーズの製品である、うん、だろうなっていうぐらいしかちょっと分かってないですね。あとマルチコーティングなのかな、これは。レンズの、いやー、どうなんでしょう。あ、マルチコーティングだったらね、戦後は全部コーティングついてると思って。いや、マルチですよね、だから、でね、結構マルチコーティングしたら MC って書くもんね。自慢、ほら、自慢なんですよ。あ、なるほど。当時ね、自慢だから、でもそれは書いてないね。まあ、なんかちっちゃいレンズですね。まあ 35mm ですからね、わり、うん、かしコンパクトなのかもしれないですね。結構シグマがほら、マウントの部分が綺麗だから、加工が綺麗でしょ。そのマウントの接合面よりもちょっと小径のレンズなんでしょうね、うんうん、綺麗だからなんかちゃんと合ってるじゃないですか、あそこでマウント部分、ボディの、汚いカメラで見たことあります？私はちょっと記憶ないですね。あ、そう、まあ、例えば90年代の安いカメラってね、プラスチックマウントですよ。あ、ありましたね、プラスチックマウント。もうこれつけたら合わねえだろうね、はい、なんかその度胸ありますよね、うん、プラスチックでも。それに比べてシグマって綺麗じゃないですか、うん、まあシグマさんはかなり気合が入ったメーカーだと私は思ってます、ね、うん、これなんかレンズフードが標準なのかね、ね、なんでしょうね、うん、なんかかっこいい、なんかいい雰囲気ですね、この写真自体もね。じゃあちょっと作例に、はい、作品の方をちょっと見ていただきたいと思います、はい、1枚目、お、なんだこれ、見るキャラ、このキャラなんですかね、なんでしょう。あの、なんかコメントって載ってないですか。あ、はい、あのツイッターの方で、はい、あの書いてないですね。ああ、特に多分ね、調べりゃいいんでしょうけど、フラワーコ娘みたいなゆるキャラ。いや、それって名前になりそうにない名称ですね。うん、まあいいや。花子ちゃんとかですか、もろ。あの、この写真ね、すごくよく撮れてる。綺麗ですね、うん。で、あの、こればっかですいません。僕ね、ボケ味はね、美しい。ボケがあるのがいいんじゃなくてね、ボケ味が綺麗なレンズが好きなんですけどね。ほうほう、まあ、そこはよく言う話ですよね。うんうん、綺麗じゃないですか。ね、自然でね、うん。これ、やっぱシグマの色ですか、これ。ですね、そんな感じします、なんとなく。あの、シグマの SD シリーズで撮った映像って、うん、まあ私15しか持ってないんですけど、うんうん、まあ、これも主観ですよ、うん。だけど、なんとなくですね、うん、デジタルからちょっと外れた色合いに見えちゃうんですよ。うんうんうん、あのフィルムっぽいっていうか。そうね、わずかに、やっぱり、わずかにですね、その、僕はね、デジカメらしい、デジタルらしい写真ってね、NHK の大河ドラマの映像みたいな。今ちょっとフィルターかけてるけど、はいはいはい、なんかほら、びちゃびちゃした感じ。だから、その、なんだろう、80年代のトレンディードラマみたいな、ね、うん、あ、そう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 、あれあれあれ、なんでこんな色すんのって思いながら見てたんです、当時。ちょっと待って、80年代行きすぎ、90年代いい、
90年代でいいですか。だってデジ、要はそのビデオ撮影が多くなった頃ですよね。プリンプリン物語みたいなね。そうですそうです、ね、そうですそうです、あの、まあ、悪くないんですけど、なんかフィルムらしくない、ね、いやだから絶対色悪いよねとか、うんうん、あの西田ひかるが出てたチャンスとか見て、はい、西田ひかる顔色悪いとか思って見てましたよ。確かにそう、顔色が悪いよね、まあそれはいいんですけど、これあの綺麗なんで、かなりいい感じに撮れてますね。1枚目はね、あの、まあ、性能いいですねっていう感想ですね、うん、しかしキャラが気になるなんかじゃあすみません、1枚目に時間取りましたが、はい、2枚目に行きます、はい、これいつ撮ったんですか風力系ですよね、はい、なんかね、まずね、まずすいません、あの画質色以前に、あの分かんないね、もうあのいつの時代だから、もう色がもうほら退色したネガみたいな、昭和臭ですよ、昭和の匂いですね、まあ多分単純にこれ夕方だったんですよね、うん、少し、あ、色がそのまま出るんだ、そのまま出るんですよ、あ、ホワイトバランスとかそういう余計なこと しないわけですね、多分皆さん晴れ小手で撮ってると思うんですけど、うん、ああそうだ、はい、だからフィルムっぽいっていうんですかね、うん、だから勝手な補正をむしろやらせないっていう方向で撮ってるんじゃないかなと、うん、あ、これね最近僕が撮った写真で、はい、期限切れのスペリアヴィーナス400、使ったらこんなになってました、富士のスペリアヴィーナス400ね、ネガの、こんな色になってましたね、ああ、確かに、まあ、SD シリーズの感想だけを言うと、うん、やっぱりちょっとそういう色合いとかが、うん、なんかあの他のデジカメに比べると、うん、ちょっとなんかこう違う感じを私は受けますね、うん、はい、レンズそのもの今感想で言うとね、やっぱりちゃんと映るレンズなんだなと、うん、あのね、古いけどね、どのぐらい古いか分かんないけどね、分かんないですよね、うん、なんか、まあ、今のところそう感じますね、はいはい、あの、まあじゃあ次3枚目です、はい、3枚目思いっきり出てますねこれね、天使の輪、ここまでね光の輪っか出たらね、もうほら心霊写真扱いよね、これなんかほら、あ、70年代のこれはオーブですね、そうそう、ね、使われてたと思うんですよ、ほら義母愛子とか、ほらああいう、あの、はい、なんですかね、ギリギリ昭和の人、はいはい、とか、そのほら新倉巌さんがの解説しそうな世界ですか、うんうん、見事に、でね、ここまで出たらね、レンズ性能が悪いんじゃなくてね、エフェクターとして使えるみたいな、あえてほら光の輪っかをほら出したい、まあわざと出すのも難しい気もしますけどね、私この前ほらやったあの何ですか、コシナの超広角でもね、はいはい、ここまで出たいってあれひどいなと思ってたけど、あ、確かにこの、うん、こんだけ輪っかが出るのって珍しいなと思いますね、なんかね、私自分が撮った写真でこういう金の輪が出たのって、うん、あの二眼レフで撮った時に、うん、おそらくレンズの輪っかかなんかがこう反射して映ったんだろうなみたいな、なんかね、このそういうレベルですよ、ただね、ほら、ススキがね、あのなんか神がかってるね、なんかちょっとね、似たような映像、なんかここ近年というか20年前ですけど、エヴァンゲリオンの、はあ、なんですか、絵は真心を決めで最後、シンジ君が保管されるときに、なんかいっぱい実写が出てくるでしょ。その時のなんか感じ、あれも古い感じにしてるでしょ、あの。でもあれ、なんかあの、ビデオ撮りっぽくないですか、うん、多分ビデオ撮りだと思うんですけど。ビデオ撮りして、なんかまあアニメに入れてる間に、まあ、つまり、これは保管計画中そうきましたか、うん、保管計画中じゃないかと、エアー真心よ君へのね、エヴァンゲリオンのなんかすごいびっくりしちゃった、これまああと心霊写真だね、UFO が降りてきたかどっちかだと思うんですけど、これはやから神様が丸つけたんですよぐらいの、タワーチとなんか、バベルの塔とか思い出しちゃった、そっちからねなんかね、いや、もう見事に古いレンズですねこれを見た感じに、まあ、古いレンズだ、うんあ、でもその割にはこうやっぱり映像そのものはしっかり撮りますもんね、うん、なんかね、とにかくこれでデジタル写真って思えない、あ、なるほど、うん、はいはい、なんかいろんな意味でまさしく昭和臭、うん、だってデジカメのレンズ今こんなんなんないしフィルムだからとかっていうよりも昔の映像だよね、だから、はいはいはい、
無理でしょ、今のデジカメでこれ再現しようとしたらね。そうですね、汚すのかな、はい、僕がやるんだったらボディ、はい、カメラのレンズいっぱいばらして黒い部分全部削り落としてピカピカに塗ってとかね、なんかだからコーティング剥がして、こういうの出ても強制的に消されそうですもんね今のカメラって、うん、ね、構成されて勝手にあえてこの映像作るにはこのレンズしかないレベルなんですか。ああ、なるほどね、はい、じゃあまあ次、いいじゃないですか、これデジカメで撮れるんですか、まさしくシグマですよこれSD ですよこれは、プラスもう レンズの味そのものですよね。なんかすいません、僕感想言って、ええ、もう昭和なんですけど夕日が丘の総理大臣のエンディングみたいな、なんかその君が君が言ってたねって、琥珀色の寂しいのってほら、あの、はいはい、中村正俊があって最後になんか字幕が出るでしょ、青春とはなんとかかとかみたいな、もうその時の昭和の匂いが、夕日が丘の総理大臣とかね、なるほどね、あら、これでね、向こうがほら光が差してるこれね、なんかもうあれでしょ、なんか世紀末か昭和かよくわかんないですけど、なんかすごい神々しいね、うん、いや素晴らしい、雲のね、はい、よう見たらね、あの形もいいし、ね、うん、いいね、これ勝手に使いたいぐらい、僕いろいろなんか素材で、あ、なんか新商品発表するとき、なんていうかな、文字載せたりとか、あ、なるほどね、うん、はいはい、なんかいいですね、向こうになんか変な建物が並んでるね、海の向こうに、どこなんでしょうね、撮影場所って、新キロなんだろうね、三崎九十九里かなんかで撮ったんですかね、うん、猫口さんの住まい周辺でしょうね、あ、ゆる、さっきのゆるキャラで分かりますよね、猫口さんがどこ住んでていうか、どっか書いてないですか、あ、いや書いてないですけどね、あらあら、じゃあまあ6枚目、6枚目ですか、6枚目いきます、はい、あ、これまたいい感じの、あ、これはこれいいですね、だからあれですよね、レンズのフレアが微妙に味付けになって、はいはい、このふわっと感ですね、とそのフォビオンの色合いが乗った時に、はい、なんかこんなになっちゃって、もう奇跡を生むっていうか、うん、タイムスリップしちゃう、これね、ええ、この写真すごく、まあほら、これなんて花ですか、すいません、ね、何の花、違う分かんない、分かんないですけど、私もごめんなさい、ちょっと疎いんで、はい、模型もほら綺麗でしょ、ええ、それ で、 いいです、ね、色がこうやって白みがかってしまってるじゃないですか、ね、で、まあ、要はあのサイドがスッてね、さ、ね、なんかあのこれ文字のしたらいいね、ああなるほど、つまりほらあの弾頭のなんとかかんとか俳句みたいな、ほらなんか、ああ、なんかだって人間だもの、あ、そうそうそう、まあそうよいい写真使えるね、なるほど、なんかね、ちょっとすいません、これあの猫吉さんの作品というか、まあ、テストなんで、あの作品じゃないかもしれないですけど、素材に使えるなって印象ありますね、なんかどれも、うん、なんか写真作品ですっていうより、なんかほらあの素材に、うん、なんか、まあ、最終的に文字載せるなりなんかね、なんかほらあのアラキーとかが大体そういう考えが強いから、写真の上にほら字書いたりするとかね、はいはい、そういうのするとこれいいかなって思っちゃったね。なるほどですね。まあタワーどう思いました、タワーって、いや、これここまでマッチング見せられると、うん、これ持ってもいいなと思いましたね、このレンズいいなと思って、なるほどね、で35ぐらいじゃないですか、はい、だからおそらく標準感覚で使えるんですよ、そうですね、50ミリ相当ぐらいで、うん、いいんじゃないですかね、そう、あ、 APS サイズだからそうなんですね、 APS-C よりもちょっと小さいんですね、うん、あ、そうなんですか、ホビオン、なんかね、これほら手に入れるったって難しいでしょ、このレンズ見たことないですもんね、うん、逆にどうやって手に入れていいのか知りたいです、これ、うん、タワーってね、結果今回正直言って解決してないんですよ、わかんないですもんね、店でレンズ見せてもらったら特定できるかなと思って、ずっとね、ギズモキャスト、このタワーは、の呪縛から逃れられない気がするんですよ。そうですか。いや、なんか、あれ何だったんだみたいな。確かに確かに。うん、そうですね。で、そこでですよ、そのね、シグマそのものの魅力も今回、当然ありますが、なんていう、あの強烈なフレアをね、
もうどうしても欲しい欲しいって思ってしまうかもしれないでしょ。なるほど、はいはい、仕事で写真撮る場合もある、まあ、面白さはちょっと飛び出ましたね今ので。はっきり言ってね、フォトショップで無理だもん、あんなフレア。おお、なるほど。どうやって作りますあのフレア、そのレンズ以外。ああ、どうなんでしょうね。CG?3D? なんか、ライトウェーブとかでできますかね。できないでしょ。いや、だから、ちょっと私わからないです。秘密兵器ですよ。だから、タワーの魅力はフレアという、僕はちょっと言っちゃいますけど、あ、ボケの綺麗さとフレア。はい。お嬢さんは。私も、まあ大体そうですね。まあだから、色合いがその SD15 にマッチしてる、はい、SD にマッチしてるっていうのと、まあ、ボケも綺麗だな、はい、いい感じだな、はい、色合いがいいなと、はい、あとまあそこそこ、こう綺麗くっきり映るとか映るじゃないですか、はい、だからあのいいレンズだと思うんですよ、はい、太陽に背を向けて必ず撮れば綺麗な写真撮れます。逆に太陽めがければ UFO が降りてくる、 UFO が降りてくるとか、まあお釈迦様が復活するみたいな、まあそこまでは知りませんけどそういう映像になるという素晴らしいレンズですよね、これはですね、また面白い選択肢を見せていただきまして、はい、猫ひさんありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、はいはい、今回はですね、猫ひさんからの、まあ、投稿といいますか、はいはい、協力ありがとうございましたね、ありがとうございました、うん、タワー 35mmF3.5 のレンズとその作例についてご紹介いたしました。はい、はい、それではまあ再度言いますけども、ぜひホームページの方で、画像と一緒に聞いていただけると、まあ、面白いかと思います、はいはい、あと、まあ、このような投稿とかですね、はい、いろいろありましたらよろしくお願いします。大歓迎です。はい、それではギズモキャスト終わります。さよなら。さよなら。ギズモキャスト